岡田監督の長期政権を大物 OB が熱望。阪神は7日の DeNA 戦、甲子園でラッキーな逆転サヨナラ勝ち。前夜に球団歴代最多勝指揮官となった岡田彰布監督66に対し、大物 OB は勝敗度外視でも長期政権を熱望する。メリハリの効いた傭兵で監督勝利数は単独トップ更新の516勝も、まだまだ通過点とばかりに周囲は期待のハードルを上げる。監督経験のある大物 OB の一人は本人にも直接言ったことがあるが、岡田には何位になろうが2年契約最終年の今年で終わるのではなく、あと5年はやってもらいたいと熱望。そもそも阪神の歴代監督の任期は平均すると2年もいっていない。それに比べて巨人は5年くらいある。体の続く限り岡田がもっと長くやるのは当然のことだと持論を展開する。夕刊フジより。阪神は昔から野球が大味というか大雑把というか、関西らしい大らかな野球で細かい野球をするチームではなかった。だから OB も細かい野球論を持たない人が多くて、阪神 OB が他球団の監督やコーチにあまり呼ばれない印象が強い。勝ち方を知っている監督だから長い時間監督をしてもらうのは賛成。ただやはり岡田監督が大逆転されて2位になり、責任を取って辞めると言った時に球団は止めてほしかった。彼なら必ず翌年やり返すことができたはずだ。去年チーム打率は大したことなかったけれど、采配がハマってたから優勝できたと思っている。今年は采配を振るう前に頻打がひどいので、これではたとえ岡田さんでなくても誰でもいたともしがたいだろう。今後監督、コーチ、選手が一丸となってワクワクした試合を期待します。大物 OB が実在するのかわからないが、監督経験があって岡田監督に指示できるのは吉田芳雄さんくらいしかいないけどな。その吉田監督も65歳で監督引退だからね。正直采配で岡田さんの上を行く後任がいるのか疑問です。育成云々は確かにありますが、そこは編成含めてチーム球団として取り組める部分かと。まあ今年で退任するのではないでしょうか。昨年も体調不良を訴えていたこともあったようで、やはり年齢的なものもあるだろうし、今年の成績関係、岡田監督が今年までと思っているのかなと。年齢が年齢、選手を見て作戦を練って試合に臨んで、遠征もある、週休1日が楽ないわけがない。日本一にまで導いたのだから、ゆっくり過ごしても良いだろうと思う。問題は岡田監督の後釜を誰にするか。原監督は阿部をヘッドに据えて身近で経験積ませて道筋立ててやめたけど、岡田監督は次の監督候補を育てているのか、年齢的には今岡、藤川球児あたりに世代交代するのがいいと思うけど、どうなんだろうね。体力的に何年もやらんでしょ。普通に考えて今年か来年で最後でしょう。残り年数で選手を育てて勝つこととスタッフを育てることのどちらも大切やし、大変やと思う。仮に5年も監督やられたら、1軍経験が積めない2軍選手であふれかえるわ。1軍もスタメンはレギュラーだけで固定、フルシーズンフル出場を強いられて選手寿命を縮めてしまうで。岡田監督の後はなかなか選ぶ方も選ばれる方も難しくて大変。今年アレン足してもしなくても来年はないのでは、くたくたに疲れ切ってしまうだろうから後任は難しい。誰やねん大物を帯びて。監督経験者で呼び捨てで岡田入れて生きてるのは吉田さんか。あと5年はあかんやろ。こんだけコーチ選手をメディアでボロカス言ってたら誰もついていかんのちゃうの。早いこと監督も若返りを図ってほしいな。タイガース一筋平田コーチに託と振らしてあげよう。星野政権でも明治の後輩として支えたんだから。個人的には今回の記事における監督経験者の大物 OB はマスコミが最も怪しく作り上げた架空の存在だと思います。本人も直接言える監督経験 OB なんて吉田さんか藤田さんの二択じゃないの。なんで名前伏せるの。どん兵衛本人が今年で辞めたそうやん。続けてくれるなら続けてほしいけど。この OB 無視しか考えられん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。